はいどうも皆さんこんにちは、トリピです。今日もマリオカート8やっていきたいと思います。今回はですね、リスナーさんがまあ見てくれているんで、僕自身も後ろの方をノロノロと走るような、そんな実況をみんなに届けたくないわけなんですよ。なので縛りを持ってきました。回の時は呼吸をしない縛りです。これをすることによってですね、まあ必然的に回をずっと走っていると僕の生命活動が終わってしまうわけなんですよ。だから絶対にずっと上位を走ろうという、いつもよりもそんな気持ちでマリオカートができると、そうするとリスナーさんにかなりね早いトリッピーの動画をお届けすることができる。代償は大きければ大きいほど俺は素晴らしい良い実況ができるんだということで、早速やっていきましょう。本当にまあマジで呼吸止めるんで、で使用上これ今俺が一番最初に部屋に入ったんで、何位にしようかな。回オッケー、わかった。そんなにレート高くないから、俺、6位以下。5位以上じゃないと呼吸しない。ちょっと、よろしくな。最初、ビリスタートだから。行かないと。マジでさっきちゃんとね、もっと喋りたかったせいで、もうギリギリだった。よしナイス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 、いいぞ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 。でも大丈夫、もうこっから普通の実況をちゃんとお届けできると思うんで、結局のところ5位、5位以下じゃないわ、5位をずっとキープしとけば1位いくわ。これ1位いくわ。あちょっと待って、危ない。ああよし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 、あぶねえ、怖えー、これ。あ、ちなみにもう死んだら動画そこで終わるんで、動画死んだら終わります。あぶねえあぶねえ、死にたくねえ。俺これでさ、俺これで死んだらさ、もしかしたら新マリオカートになるんじゃねえの。やべ、新マリオカートだけは避けて。オッケー、ナイス、潰していく。1位いこう、1位いこう。オッケーオッケーオッケー、ナイス。ほらな、こういうこと、こう、あああ違う、まだ大丈夫、まだ大丈夫。ごめん、今一瞬失礼した。よしよし、あぶねえ。とりあえずこれ危ない。あと1人、あと1人抜かれてるの、まだ息止めないといけない。頑張ろう頑張ろう頑張ろう。絶妙だな。絶妙だわ、5位って、5位って絶妙だ。とりあえず 赤前投げてほしい。ああ、よしよし、いけー、おらー、よし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 。まあ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 、これはもしかしたら比較的大丈夫なんじゃないか、この縛り。ぶっちゃけね、今回サンスマンでやってます。ぶっちゃけね、俺気づいてし、はい、じゃあ2レース目やっていきたいと思います。さっき3位で終わったんで、今回は3位スタート。もう最初から息を止める必要はありませんということで、やっぱね、マリオカートでね、回を走る存在は生きる価値なしということで、やっぱね、人間って、これね、大事なことを今から言うんだけど、人間って、生きてるだけで、酸素を吸って二酸化炭素を吐いてて地球に悪いぞ。わあ、あれね、今全然息吸ってなかった、急に帰りだったから。あぶねえあぶねえ。まあちょっと待って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 、勘弁勘弁勘弁、本当に勘弁。人間ってあれなんですよ、酸素吸って二酸化炭素吐いてるんで、貝はね、そういうことすらやれない。やっぱ呼吸を止めることによって、酸素吸わ、あお前ら命かけてマリオカートやってんのかよ。こっち命かけて
いやマジで、ああアイテム取れない、やっ、あ今ごめんなさい、今6位になったの気づかなかった、普通に喋ってたわ、すまねえ。いやそこね、この注意らへんってね、息を今吸わないといけないのかどうかのね、情報もね2つ増えるからね、不利なんだよね、シンプルに難しいんだよね。ちょっとやばい、あと1人抜かれたら死んじゃう、あと1人抜かれたら死んじゃう、ほんと勘弁して。え、でもね、回の時は俺ね、あの二酸化炭素吐いてないんで、二酸化炭素吐いて、あ、これいけるんじゃないか、だから地球に優しいんですよ、これはなんと回を走ったら地球にも優しい実況です。届かない、うわー、まあでもね、まあ結果的にちゃんと上位フィニッシュできてるところは偉い、マジでトリピーさんこれは偉い、また3位ですね。できたらね、もうちょっと上の方の順位って終わりたいけど、後ろの方あいつら息吸い、あいつら俺の縛りだったら死んでるわあいつら俺の縛りだったら死んでる人たちです、はいはい、じゃあ3レース目やっていきましょう。アーマーガーって人がいる、ポケモンかな。そういえばさ、俺ポケモン剣盾やってるんだけど、あのね、今一番欲しい色違いがアーマーガーの色違いなんですよ。だからここからの負荷厳選やろうと思ってて、ちょっと親近感湧くわ、頑張ろう。ポケモン剣盾の負荷厳選をやるために、俺はここで死ぬわけにはいかねえんだよ、ここで死んだらできねえってことだから。ちなみに俺があれですね、この動画で回を走って死んだら、あのお母さんに編集してもらってアップロードしてもらいますこれが俺の衣装です、これ、あよしあぶねえ、オッケーオッケーオッケー、あぶねえ、危ない、死ぬ、マジでこれこの動画が衣装になったらやだわ。リスナーのおかげで僕はとても楽しい人生を過ごせました、ありがとう、もう人生に悔いはありません。いや悔いはあるんだ俺は、ほら、よし、ちょっとこれ頑張って上位に行って、死なれないような立ち回り、アーマーガーの赤甲羅が怖すぎる、アーマーガーの赤甲羅が怖い、これちょっと、あー危ねえよお前、大丈夫、あ、ナイスアーマーガーありがとう、お前は絶対に忘れないあいつ俺のために、ちょっと怖すぎるんですけれども、はい、これ今1位じゃん、よっしゃ、オッケー、分かった、企画変更、トリッピーさんこれ1位で終わらせて、綺麗に動画を締めるということで感じにしよう。多分3レース走ったよね、最近俺のマリカの企画動画はなんかくどいから4レースいらないですって言われて、俺3レースぐらいに収めてるんで、お願い、このまま1、あ、待って、来たみんな見せるぜ、こんなことなかなかトリッピーの動画だ、うわー、なんでくそー、青コーラ回避のタイミングがわかんねー、そんなに1走ったことねえから、そんなに生きのこもったまま、キノコ持ったまま1位走ったことないから、青コーラ回避初めてやろうと思ったけど、なんでできねんだ、ちょっとタイミング早かったな、多分あれタイミングだいぶ早かった、あ、でも待って、みんな1位だね、これ1位のまま俺ゴールしたらみんなおめでとうコメントよろしく、トリッピーお前らやる男だと思っていてコメントよろしく、きたー、うわーコーラやめて、最悪だ、アーマーガーに負けた全然企画と違う主義の、あの趣旨のところでこんな熱い展開なんだよ、はい、ということで、今回は死ぬことはなかったですが、まあなかなかにね、上位を走る面白い試合ができたんじゃないでしょうか。ここまで見てくれてありがとう、じゃあまた次回のトリッピーの変なマリカ企画でお会いしましょう、じゃあ